どうもこんにちは。数々の最多記録を打ち立てた平成の大横綱だった宮城野親方に日本相撲協会から厳しい処分が下され話題となりました。今後の展開次第では角界追放もあり得るようですが、1ヶ月以上も前からくすぶっていた疑惑の真相がついに明らかにされました。2月23日、元横綱白鵬の宮城野親方が弟子の幕内北青鵬による暴力行為を止めず監督責任を怠ったとして委員から平野俊頼へと2階級降格させられるなどの処分を受けました。北青鵬は引退勧告の処分が相当と判断されましたが、形式上自ら事前に引退する運びとなっています。協会は北青鵬の暴行の具体的な内容を明らかにしました。彼は宮城野部屋の弟弟子2人に対して2022年7月以降日常的に暴力を伴ったいじめを繰り返していたとのことでした。顔面や睾丸を平手打ちしたり、指を接着剤でくっつけたり、殺虫剤のスプレーに点火した炎を体に近づけたりと非道の限りを尽くしていたようです。以前から週刊新潮は北青鵬が1月場所の途中で不可思議にも休場した背景には素行に関する問題があったことを報じており、協会はここに来てようやく疑惑の真相を明かしたというわけです。宮城野親方と同じモンゴル出身の北青鵬は2メートル4センチと現役最長身を誇っていました。恵まれた体育を生かしたスケールの大きな相撲で将来を嘱望されていましたが、とにかく素行不良の評判が絶えませんでした。寝坊は日常茶飯事で、いきなり出稽古に行くと言っていなくなり、何をやっているのかわからないこともしばしばだったと。突然他の弟子たちの財布から金がなくなり、北青鵬が疑われることもあったようですと協会関係者は話しています。ですが宮城野親方はそんな彼を甘やかし続けました。結果として今回宮城野親方に下された降格処分は7段階ある処分の中で3番目に重いものとなり、史上最多45回の幕内優勝を飾った大横綱にとっては屈辱的な処分となりました。さらに宮城野部屋について、3月場所は所属する伊勢ヶ浜一門の玉垣親方が師匠代行を務め、4月以降は同一門の預かりとすることが決まりました。宮城野親方には弟子の監督責任だけでなく、暴行の事実を把握しながら協会に報告をしなかったことなど、親方としての様々な資質を問うているようです。しかし宮城野親方に下された処分が厳しすぎると指摘する声も一部では上がっています。確かに23年5月に報じられた陸奥部屋の暴行隠蔽問題と比較すれば、その差は明らかのようです。陸奥部屋に所属する序二段の元安西現日光は昨年、兄弟子から凄絶ないじめを受けていたことを陸奥親方に相談するも、部屋内で隠蔽を図られてしまいました。彼が受けたいじめの実態や隠蔽の経緯が記事で報じられ、スポーツ紙なども追いかけ社会問題となりました。にもかかわらず協会が昨年6月陸奥親方に下した処分は報酬減額のみ、これは7段階ある処分の中で2番目に軽いものでした。元安西の実名告発も虚しく、協会は隠蔽を疑わせる事情までは認められないと結論付けたのです。陸奥親方はひとまず協会ナンバー2の事業部長の職を辞任しましたが、理事の座にはとどまり、今も陸奥部屋は変わらずに運営されています。協会は公益財団法人とは思えないほど露骨な見びいきを繰り返してきました。幹部たちは仲間については事実を曲げてまでかばうのに、気に入らない相手は徹底的に排除する。貴乃花がいい例です。目下一番の敵は宮城野親方、最終的な目標は角界からの追放でしょう。今後両者は本格的な死闘に突入していくと見られています、と大相撲担当記者は語っています。なぜ宮城野親方は目の敵にされるのでしょうか。かねて批判されてきたのが品格のなさです。17年には元横綱春馬富士が起こした傷害事件に同席しながら止めなかったとして減給処分を、優勝を果たした19年春場所の千秋楽では観客に3本締めを促したとして県籍処分を受けるなど、横綱にふさわしくない言動が
たびたび訴状に乗せられてきたのです。また現役時代の終盤に実力が衰えてくると、立ち合いの際に張り手をかましたり、エルボースマッシュのような勝ち上げを食らわせたりと、取り口が汚いとの非難も浴びせられるようになりました。そして何より、熱心な相撲ファンも口を揃えるのが記録への疑義です。優勝45回、通算勝ち星1187個という、他に類を見ない最多記録がさほど評価されていないのはなぜでしょうか。数字をもとにすれば白鵬が史上最強の横綱であるはずなのに、あまりそうは言われない。むしろガチンコ横綱として鳴らした貴乃花と比べて記録の重みがないといった声が聞こえてくるほどです。宮城の親方がヒールである理由は、決して表面上の品格の問題だけではないと協会関係者は語っています。近い将来、宮城の親方は理事選に打って出ようとしていましたが、もはやそれどころではなくなってしまったようです。一方の協会からすれば今が攻め時です。過去の例を踏まえれば、数年の長きにわたって部屋が一門の預かりとなることも考えられます。その間、宮城の親方が再び不祥事を起こせば、協会は可能な限りの理屈をこねて彼を追い出しにかかるかもしれません。降格は解雇、引退勧告に次いで3番目に重い処分です。委員から再雇用者の参与を除けば、最下位の年寄りに転落したということ。今後、部屋は所属する伊勢ヶ浜一門が預かることとなり、3月場所は一門の大島部屋に所属する玉垣親方がつくことが発表されました。玉垣親方は元教師という異例の経歴の持ち主で、人望も厚い宮城の親方の教育係という意味では適任だと言われていますと話すのはスポーツ紙記者。そうは言っても現役時代、宮城の親方が横綱だったのに対し、玉垣親方の最高位は小結びでした。同親方の指導を宮城の親方が、はい、わかりましたと素直に聞くとはとても思えない。そう語るのは、現役時代の白鵬の素行について何度も苦言を呈してきた元相撲協会外部委員で漫画家の役満氏です。現役時代、白鵬はしばしば問題を起こし、協会に呼ばれては注意を受けていました。その度に彼は深く首を垂れるわけですけど、その時に、なんで自分がここに呼び出されたのかを呼び出した側が問うわけでもなく、毎回ただ注意するだけでした。自分の何が問題だったのか、では次からどうすればいいのかということを自分の口では語っていません。つまり、現役時代に親方衆からきちんと教育を受けていないため、彼には自分で考え能動的に謝って語るという態度が決定的に欠けているのです。今回も白鵬は北青鵬と部屋の前で首を垂れて通り一遍の釈明をしました。でも、これだと現地は取れない、また同じことを繰り返してしまうのではないでしょうかと懸念しています。ただ疑問なのは、どうして宮城の親方が部屋で暴力を働く北青鵬をいさめ指導することができなかったのかということです。仮にも同郷の尊敬する大横綱の指導を北青鵬が聞かないとは思えません。白鵬は現役時代やりたい放題でした。そのため、親方から指導を受ける正しい道を説いて聞かせられるという実体験が全くないのです。そんな自分が親方になって、相撲だけでなく人としての生き方などを弟子に指導できるのだろうかという疑問はありました。また、親方になってからの彼は、あたかもそれが自分の職務であるかのごとく、弟子集めに非常に熱心でした。さらに、自身のイベントや講演などでも大忙し、自分が目立ち自分の評価を上げるということに対しては夢中になっていたようですが、外に目が向きすぎて弟子の指導がおろそかになっていたように思います、と訳師は続けました。協会側としては、宮城の親方を追放したい思惑ですが、スポーツ紙の大相撲担当記者はこう語っています。宮城の親方は現役時代から最終目標はあくまで協会トップに立つことだと周囲に語っていたと聞きます。その目がある限りは協会に残り続けると思いますと話し、訳師も次のように予想しています。ただ、現在の幹部の目が黒いうちは抑え込まれたままだと思います。しかし、
10年もすれば今のトップがいなくなります。そうなると、昔はいろんなことがありましたが、なんて言いながら力を持っている可能性は十分にあります。なぜなら、彼は絶対横綱だったわけです。一緒に肌を合わせて戦った中で、強い力士というのは何年経っても憧れの存在です。世間が思うよりはるかに身内での人気は高い。同時代を戦った力士にとって白鵬の存在は絶対なのです。今は自重するしかありませんが変わることもないでしょう。協会幹部も彼を抑え続けることはできても、教育することはできない。その間に、浅香山親方、元大関海王や、二所ノ関親方、元横綱稀勢の里が帝王学を学び、対抗馬となってくれるといいのですが、宮城の親方に対し厳しい見方を続ける役士ですら、十数年後、彼が協会のトップに立っている可能性は、あると予想しているようです。3月場所以降も、宮城の親方の動向から目が離せません。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。